ピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエドスタトスロゴス。さあ始まりました。ピスタチオのエトスパタソロゴスでございます。ありがとうございます。お願いします。さあシーズン3ということでですね、お願いします。お願いします。すごい、お願いします。中国の弟子みたいな挨拶の。違います。何ですか。鈴木奈々さんの挨拶。わかんないわかんない。お願いします。お願いします。大好きだからね、鈴木奈々さんね。はい、すいません。ありがとうございます。どうでもいいんですよ。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ピスタチオのエトスパタソロゴスシーズン3ということでですね、はい、始まりました。はい、始まりました。はい、まあルールを説明しますと、はい、お願いします。全12回のうち、1人流した枚数、はい、3333枚を目指そうということでございます。はい、そしてそれが達成できればですね、シーズン4が、約束されているということで、はい、ただこれ一人なので、はい、どちらかができなかったらもうその方はもうシーズン4なしということになりますので、そうですね、はい、なんかすごい強気ですね。前までそんなこと言ってなかったのに、いや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 、急に自分がもうほぼ行くってなってから、そうですね、気を落とす感じになりましたけれども、そうですね、もう私今日で6回目なんですよ、はい、半分ちょうどの時点でも2911枚素晴らしい出しております。ありがとうございます。1回じゃあ前回の中点で2000枚超えましたからね。そうそうそう、もうほぼそれですよ。そう、それ以外なしですから、あなたほぼなしではない。ほぼそれですよ。だからまあ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 ほぼそれだから、もう背を向けて寝れないですよ。足を向けて寝れないですけど、はい。伊地さん何枚ですか。私がですね、うん、今のところ5回終わって、はい、2136枚という、まあ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 僕もいい感じ。あと3分の1ですね。そうだよね。だペース的には非常にいい、非常にいい。だ半分だから、はい、でもこれもうちゃちゃっと終わらせて、はい、もう他の台も自由に打っていいらしいですから、もう ありがとうございます。行っちゃったら。そうですよ、まあ、なんかその自由に打ってもいいってすごいなんか、うん、いや打っていいよって言われてるんですけど、うん、別に打つのは自分の金ですから、まあ、自分のお金だからっていうことなんですけどね、うん、なんかちょっと気になるなと思いますけど、まあでも、はいはいはい、そうですよね、うん、楽になりますよ。だいぶ楽になりますから、続くかどうかは大事ですから、はい、というわけで、はい、まあご紹介しましょうか。キッコーナー府中店でございます。府中店さん、改めてね、ありがとうございますね。前回も出させていただきました。ありがとうございます。でも今日は混んでますよ。そうですよ、もう見たらわかります。うん、自転車の量でわかるんです、僕も大体もう見てんのね、ここからもうこの自転車の量で大体今日の、うん、どんだけお客さんが分かってるんで、今日結構います、ね、混んでますか。はい、もう島行かなくてもわかるわかります。行きましょう、すぐに行きましょう。はい、というわけで本日も頑張ります。行ってきます。さあ、はい、店内入りましたけど、入ってきましたね。混んでますね。結構混んでます ね、平日なのに、はい、やっぱ伊地さんの自転車の目利きが、そうですよ、わかりました。素晴らしい、はい、で、なんとあの伝説の角台が、でもアイムジャグラーに変わってますから。今まで55でしたから、これはそうなのよ。ここがね、どう出るかっていうね、交換してる、好きで打っちゃいますけどね、この角台、うん、寝台、ファンキージャグラーの寝台、寝台がね入ってるんですよ。なるちゃん、ほどちゃん、オッケーです。ちょっと僕、寝台の角が開いてるんですよ。お、いいじゃん、開いてんじゃん。いい、いいじゃん。え、いいの。あ、じゃあ俺、いや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 、それ待ってたけど、確かに今え待ってたけど、いや2回言ってだってやんないので盛り上げるってことでしょ。いやいや、私ここいいですか。じゃあなんで言ったんや。それは今ひどいよね、今のは。行きたいの、本当に。はい、はい、行くじゃん。はい、じゃあいいです。はい、ありがとうございます。いやいやいや、いいのね、やりなさいよ。私ここでやりなさい。今ちょっとカメラ見ました。今こんだけ何回もやるやるって言うから、やるって言ったら私やりますね。おかしいよ。いいよ、いいのね、いいですよ、いいのね。じゃあ私ここにします。どうぞどうぞ、はい、そうなってくるとここかな、やっぱ。あ、一番角。あ、でも前回こっちすごい出てたんでね。でここでお座もめっちゃ出したんで、ね、そうこっちも出てたのか。そう、こっちも出てたよね。まあどっちも出てた。あ、前回の僕が角2をあえて。あ、角2ね。俺は角なんだよな、いつも出んの。あら、伊地さん、うん、開いてんと違うよ、もうブレてるよ。ちょっとどうなんだろうな。あら、これは怪しい。俺はいつも角なんだけど、まあ、1回も出てないってちょっとやりたいね。今日1回も出てない台か、今日1回出てる台か。ちょっと一旦コマーシャル。いや、ないの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 。やばい、ちょっと待って待って待って、どうしよう。なんか俺、府中店の感じ、はい、この中の方出てたら中の方強いイメージある。いや、そうよ。あの台がもう24回当たってるから。そうよ、実はここじゃなくて真ん中2つでしょ。そう、真ん中2つでも隣出てる隣ってやっぱ心理的にあんま打てないよね。の隣はじゃあ、あの1回の。あー、ちょっと一旦コマーシャル。ないのよ、だから
なんですか。もう最後スタートで打つ前にコマーシャル2本は長い。でもさ、小田さんこっちだよね。絶対1回も出ない。前回はここ。ブレてますよ。え、こっち角。こっち角ね。はい。はいはい、わかりました。さあ、伊地さん。はい。打ちましょうか。行きましょう。はい。せーのでいきますよ。はい。せーの。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。僕もです。麻薬が揃いました。せーの。はい、はい、い、まあね、まあまあ、まあ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 、さあ、伊地さん、台決まってカメラセッティングしてるときに、はい、スタッフさん呼んで、はい、どっちがいいっすかねって、まだブレてんのやめてもらっていいですか。いやいや、ちょっとなんか、やっぱりこれ5-5じゃなくなってるってもあるんだろうね。ここはいつも5-5じゃなくなったから、いつものなんかそのジンクスみたいのがちょっと崩されてる。なんかどうしようかなっていう迷いはありますけど、なんか開いてんの時のあの強気の感じの伊地さんがもうちょっといなくなっちゃった。いやいや、慎重になるんですよ、やっぱ慎重に。ここまですごい良かったのに。大丈夫なのよ、もうでもアイムジャグラー、それはあのもう堅実にね。そうよ、あの増えてきますからいいですよ。私もやっぱりこの寝台はやっぱちょっと期待できるでしょう。いや、そうよ、よ、ちょっとやってみたいもんね、それ。うん。しかもあの気候な府中店さん、このあの新しいこのファンキージャグラー10台設置してますので、はいはい、空いてる台もね、今日もあのちらほら空いてるところも寝台ありますからね。打ちたいよ。ぜひぜひ皆さん、この遊びに来てください。まあ、このファンキージャグラーの、はい、ビッグの確率がですね、はい、219分の1。それは設定何の時？6、はい、で、合成確率が119分の1。バケも言ってください。バケは262分の1です。なるほど、でビッグ確率の方が高いことだね。そうです。それはじゃあ前のファンキーと一緒だね。うん、だから合成はいくつ？合成119分の1。あー、だいぶだね、うん、はい。だからもう今日これ光った時点で私は勝ちが確定しますよね。いや、しないですそれはしないですやっぱこのルールはそのビッグ引きたいですからね、やっぱりね。だ、最後の最後で別に残り5分でビッグ引きゃいい話なんだ。そう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 、究極いっちゃえば。うん、だそれこそ嫌い点がまさにそうだったもんね。そうなんだよ、最後の1回私はちょっと引いて終わるという。そう、あれが一番いいんだよ。うん、はい、おいい音。はい、早い。ここ大事だな、マジで。僕の台が前にビッグ1回だけ引いてるから、ここ大事。そうね。よい、おい、オッケー、オッケー、オッケーオッケー、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 早いね。あれだっす、早いよ、止まらないよ。オッケー、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 エンジンかかったから止まんないよ。何ですかそれ。オッケーエンジン、エンジン、オッケーエンジンがかかったからもう止まんないです。もう今日1000枚目指すならもうそのペースでいかないとね。そうです。うん、本当はね、番組のこと考えたらね、うん、負け先行とかさせた方がいいと思うんだけど。そうね、こればっかしょうがないから。うん、ガチだからしょうがないからね。私もだから今日もう行っちゃうからさ、こればっかりはさ。うん、こんな漫画見たことないよ俺。何、全部で12回あんのに6回で、うん、もう目標達成しちゃうってやばいよやばいよ。いや、ないよ、そのヒヤヒヤ感とか。やばいよ、どうなるのっていうワクワクドキドキがないんだもん。だって、まあ、鬼滅の刃とかさ、うん、ワンピースとかさ、うん、みんな戦うやつはそうだけどさ、うん、もう半分終わったら戦わないんだからさラスボス倒しちゃうんだからもう半分ってそっからは余生楽しいんだよ誰が見るんだよそんなのんびりと。でもそっちの方がいいかもしれない俺らには。そうね、そのくらいゆったりしてる方がいいかも。そうね、まったりのんびりだ。本当にだから何回も言うけどさ、ガチだから。そう、あのまさかのまさかの展開です。何でしょう。あのこんなことあってはいいのかと。はい、とんでもないこと起きました今。え、何。あのもう
画面にこそ映ってないけれども、うん、このね、うん、放送中に何度も僕らをあのいじってきたり、はい、僕らがいじったり、うん、もうこの見てる人の中でおなじみのカメラマンさんが、うん、まさかのとうとうですよ、はい、僕の横で、うん、仕事中にスロット打ち出しました、これはやばい。バッテリー切れたりしたらどうするの。とんでもないです、これは。あの人、これでどうするの。これでもしさ、1時間経ったら見てたら撮れてませんでしたってなったら、いやマジそうよ、これはやばいです、うん、僕が2台打とうと思ってた、どっち打とうかなって迷ってた、片方打ってるんですけど、うん、こんなこと言っちゃいけないよ、うん、マジで出ないでほしい、マジで。いやこれはねマジで出ないでほしいよ。あーやばいわ、これは。我々はこの打つのが仕事だからね。そうそうそう、それはしょうがない、うん、もちろん打たなかったら 逆に仕事放棄なんだ、うん、これは。逆にもう本当に冗談で次回から来ないとか言ってたけど、うん、それやってるようなもんだから。いやこれはやばいわ。いやいいよ、だからもう特別編で、うんうん、次回は、うん、俺がカメラ回すから出てほしい一番やばいな、嫌な予感してきた俺。何この絡みあんじゃん、うん、全カットする可能性あるよ。いやこれはやばい、それはやめよう、それは一番やばい。俺それやったらちょっともう本当に、うん、この人疑うわ俺。もうなんか今までのその何仲悪いみたいなちょっと下りとかさ、うん、いろいろあったじゃん。そうそうそう、まあ、そんなんできなくなっちゃうから、もうせめてここは使ってくれないと。うん、使ってくれないと。ボケでやってくれたんでしょ。そうだってやばいもん、だって行動としては一応そっち行って30回ということで光ったし、光ってるし。1000円で光った。あ、ごめんごめん、1000円で光ったじゃない、ごめんごめん、1000円で光りやがったせんべかかましてよ、せんべか。ちょっと、あ、レギュラーでした、レギュラー。あ、そして僕が光りました。なんかごめん、そっちすげえ楽しそうなんだけど。あー、レギュラーです。あら、今日開いて日本撮りなんで、ね、1日ね、うん、開いてたから初めて、10回目でした初めての。あ、そうだね。いやそうだねじゃないの、今それ入ってこないの今。逆にもう打ち始めたならもう2時間絶対やめないでください。そうそう、それはそう、うん、それはそう、当たり前じゃん。そんな好きなタイミングでやめちゃダメよ。出てなくてもやめちゃダメ。そうよ、そうよ、慣れって怖い、やっぱ30絶対1回目でこんなのするわけないんだから。するわけないよ。でもう30回迎えて、うん、もうこの番組もうちょっともう俺らもないチーズフォー行く感じになってるじゃん、うん、だったらもう出しちゃおうと思ったから、もう今がタイミングだと思った。はい、光った。わあ、すごい、ありがとうございます。すごいの、これはビッグ欲しい。そうね、ただバケっぽかったな、やっぱそう思ったんだよ。12ちょっと危ないな。危ない。しかもね、うん、カメラマンさん横で打ってるじゃん、うん、多分だけど、うん、もう一人いるんですよ。そうね、スタッフさんがね、うん、その人は結構比較的いつもいないんですよ、うん、多分だけど絶対打ってるし、打ってたのかあれ、多分打ってるし、ってことは全員打ってるんですよ。光ってるし今、え、光ってるし横で、なん、すげえ笑ってるし、怒りよめちゃくちゃ嬉しそうにしてるし、前代未聞だなマジで。やばいわ、これはやばい。あ、レギュラーでした。あ、レギュラー。なんで俺が実況しなきゃいけないんだよなんで俺が隣のカメラマンが打ってるジャグラーで実況俺がしなきゃいけないんだよおかしいだろ。これね、もうこのぐらいで、うん、このトークやめて、うん、こっから一切そこいじんないで、うん、ずっとエンディングまで行ったら、うん、多分マジで全部カットすることになるから、俺要所要所でこれ言ってくからね。頼むよ。じゃないとカットするから絶対この人。頼むよ。私も光りました。光った。402回。 OK。あー、ボケ、やばい、あー、やばい。投資は、でも投資6000円。あ、全然じゃん、回るね、やっぱ、うん、回る回る。スタッフさん打ってるじゃん、うん、いつもボケの回数とかビッグの回数とか一応メモってくれてるじゃん。メモってくれてるよ。それやってないってことだよね。いや、小田さん、はい、それだけは一応ね、うん、仕事としてチラッと当たるためにこっちの、うん、あ、すいません、
遅れて出ました。遅れて出た。遅れ光。ああおめでとうございます。これびっこし。ああやばい負け。え。13。これはまずい。やばい。これはまずい展開。このカメラマンさんがこういうの出てきちゃってやってる感じ、うん、俺が大好きだったあのトンネルズの皆さんのことでしょ思い出すもん表に出てきちゃうカメラマン、はい、そうね、いい番組ですよ。光りました。あら、伊地さんもいいね。俺めちゃくちゃいいよ。ここビッグよ、ここビッグ。おしビッグ、オーケー。まだいける、まだいける、まだいける。兄さん、まだいける、まだいける、まだいける。あと1回でいいから、とりあえず僕もジャグレン5連してますから。すごいな。はい、今日あのもう一人のスタッフさんがずっと僕の後ろついてるんですけど、はい、今日多分ね、これね、どこも行かずにずっといてくれてるんですよ、はいはい、今、はい、俺だからみんなね、うん、見てる人はやっぱ知ってるよ、だからあっちゃんさんね、あっちゃんさんがいつもいるんだけど、うん、あっちゃんさんが俺は、うん、なかなかやべえよと思ったけど、うん、全然違った。そうね、あっちゃんさん全然マシ、うん、一番やばいのはあの、うん、本当に姿隠してんだから、姿隠してるカメラマンやばいよ、うん、個人情報が全く出てない、姿隠すやつやっぱやべえよ、やばいですよ。はい、光りました。お、おめでとうございます。ここビッグ、ここビッグ、おめでとうございます。ここビッグでお願いします。はい、ビッグ。はい、おめでとうございます。これ大事よ、大事。はい、光りました。100回転超えちゃったと思ったら102回で光りました。あら、素晴らしい。さあ、私もビッグ終わりました。うわー、バケだ、やばいやばい。24、これはまずい。24まずいね。24は怖いです。伊地さん、ちなみになんですけど、はい、まあ、平井店の作戦が、はい、ジョニー大作戦って言ってたじゃない。波を掴むね。そう、波を掴む、ね、だからあの、うん、直接こう大移動してってっていう、はい、今回伊地さんの大移動がもうできなくなってる状態ですね。禁止です。隣にいるからってことですか。そう、なんで俺が気使ってさ、そこ考えなきゃいい加減にしないで大移動禁止令出てます今。いや、ずっと笑ってんだけどさ、うん、笑ってる場合じゃないからあ、もう面白いわ。面白い、面白い、マジで嬉しいです。面白いわ。はい、光った。あー、すごいね。すごいわ、マジで7連。うわ、バッケやばいやばい。2525、はい、終わりです。終わりました。あれ、25は終わったもん。ずっと100以内でしょ。そう、僕が7回の隣が5回だから、うん、すごいね。で、下皿パンパンなんでしょ。下皿パンパン何してんの。ちょっと待って、はい、また光ってやがらとうとう100回超えると思ったら95回で光ってやがら、うん、やがらあ、レギュラーです。レギュラーですか。24、一緒、俺と一緒です、さっきの同じ感じ出てます、全く。なんかドキドキもさせてくれるもんな。24です、ルールで。もしかしたらゼロになるかも、やばいやばいみたいな。はい、光りました。お、おめでとうございます。ありがとうございます。そこビッグ、今11だよね。11。はい、ビッグ。おい、でかい、81回。でかいよ。81回です。ビッグ2出してるわ。普通に出してるわ。ちなみにその、あ、ちょっと待ってください。何でしょうか。嫌な音、嫌な音してるよ。隣コイン切れします、出しすぎて。腹立つ、腹立つ、腹立つわ。絶対にスタッフがやることじゃない俺今ギリギリよ。出てるから別にまだいいけど、うん、出てなかったらマジで、そうね、マジで納得いかないわ。相方であるやっぱ僕にまで、僕が出てた時はちょっとやっぱ伊地さん不機嫌になるじゃないですか。うん、これもカメラマンってなったら話変わるよね。殴るかもしんない、マジで本当に手出る可能性はあるね普段温厚な僕でさえもあの手出しちゃうかもしれない足出るかもしれないからね、私に関してはね。やばいよ。でも今後なんか、うん、なんか戦友が増えたと思うといいよね。そうだね、毎回打ってくるわけでしょ、これもう、うん、
なんかどうせだったらさ、うん、もう多分次回から打つでしょ。もう打つよこれは。おー、惜しかった。おー、おめでとう。はい、ビッグ。はい、おめでとう。126回。はい、ビッグです。ありがとう。はいはいはい、はい、ありがとうございます。ここでビッグじゃなかったらもう終わりですよ。ちょっと怖いね。もうこれでビッグじゃなかったら終わり。うん、27だから頼む、マジで。はい、ありがとう。お、よかった。ギリギリ繋いだ。3-3-5です。3-5。ギリギリ繋いでる。ギリギリ、ギリギリまだいける。マジでギリギリ。次回から打つでしょ、多分。多分打ちますよ、もちろん。なんだ、打たせるしね、もう。打ってほしいし。それこそ我々はさ、バケが先行したら、うん、その枚数ゼロスに罰ゲームやってるじゃん。はい。バケがカメラマンさん先行したら、うん、シーズン3でさ、うん、始まる前にさやってた激辛グミ覚えてる？あ、うん、バケ先行したらあれ食ってもらおうよ。確かに確かに。そのぐらいのリスクやっぱしょってやってもらわないと。そうだよね。どうせ打つならば。確かに。でもこれはもう次回からもう打ってもらいます。確かに。そうだね。そうでしょ。そのぐらいのリスクはちょっとやってもらわないと。そうそう、こっちだってリスクしょってやってんだからさ。確かに。もう激辛グミですよね。だから、ね、それは確かに。俺これでバケ先行した時にブチ切れたらちょっと笑っちゃうな俺。くれ。いや、俺ブチ切れたらマジでブチ切れ返すよ、本当に。それは。伊地知さん、あと30分ですよ。そうよ。そういえば今あと2回ビッグ行かなきゃいけないから。2回ビッグ、そうだね。そうよ。危ないよ。頑張んないとね。まだ。はい。お、ここマジで大事。ここマジ大事。ここバケだったらもう多分ほぼ終わっちゃいます僕。マジ大事。マジマンジ。行きます。行きますじゃないね。はい。お、繋いだ。でかい。繋いだ。まだある。4号。マジマンジ。マジマンジ。マジ。マジ大事。マジマンジ。やばい。ちょっと本当にマジマンジに関しては適当に喋りすぎたね。やばいわ。あ、光ってる。ちょっと。ありがとうございます。はい、光りました。マジマンジ。はい。おー、レッツゴー。おー、俺プレミア。レッツゴー。ありがとうございます。146回。今何なん？41？41かな。41、うん、はい、光りました。おー、でかいよ、ここだよ。ここマジで大事。ここよ、マジマジ。あ、これはビッグ行きそう。ほら、おーし、ビッグいいぞ。戻した、いいぞ。このまんま終われば。そうね、すっごい見せるね。見せる、見せる、めっちゃ楽しい。俺は見せる。俺これ今日決めに行こうかな。え、いや、大移動ちょっとしようかなとも考えてるんですけど。いいじゃん、しなよ。いいんじゃない。あと1回ビッグ出したらさ、うん、もう決まるでしょ。決まるね。そうでしょ。266枚超えたら、あ、あ、光ってる。光った？光った。光ってるじゃないんだよ、ね。ちょっと遅れて光りました。そんなことない。あ、すいません。よし、ビッグ。190回。素晴らしい。ありがとう。ごめんね。ごめんね。台移動するとか言ってごめんね。しません。実際今何回ですか？197。あ、200いったんですね。もうちょっとで200。もう結構あれじゃないの？下皿も減ってきちゃったんじゃないの？まあでも半分以上まだあるね。あ、でも嫌な予感してる。うん。
あと残り15分だから、はい、最後の最後、今55だからさ、うん、そうね、最後に最後にべかって、うん、バケくんじゃねえかなって、こう嫌な予感しちゃってる。やばいね、嫌な予感してるよ。カメラマンさんはどれくらい出てるんですか、まあ、ざっくりの枚数。ビッグ6のバケ4で、うん、1200、300じゃない多分。うわ、もうだからもしかしたら2000枚超える可能性もあるよね。あるよ、全然。全然あるね。はい、勝った。俺じゃないよ。隣だよ。隣だよ。今の言い方はもう自分の言い方じゃん。隣だよ、光ったのは。隣だよじゃなくてさ。レギュラーです、レギュラー。あ、レギュラー。なんかやっぱイジスさんでドキドキしたいのにさ、今一番いいとこじゃん、イジスさんが。そう、俺だから何気にめちゃくちゃこの見せ場だから。そうだよ、で。そうだよ。5対5の最後1回光ってどうなるかっていう。 あと10分です。お、どうなんだろう、本当に光んないまま終わるのか、それとも光ってどっちが出るのか、うん、でちょうどいいぐらいの多分終わりでしょ、それでね。え、ただその本当はさ、うん、視聴者さんはさ、うん、俺が最後どうなるかとかさ、うん、この出方を楽しみたいと思うんだよ。そうだよ、本来はその楽しみ方だから。でももうそれどうでもよくなってるから今隣の動向が気になっちゃってマジで。枚数もだってもう結構減ってきてるもんね、多分ね。だって何を隠そう、俺自身がそんなドキドキしなくなっちゃってるなんかよく分かんなくなってる感情がすごい回だね。だって今もうそろ300回るんだけど、うん、あ、来ました、来ました、パンチェで解除です。お、自力で解除した感、これ大事大事。あー、じらすね、じらすの、っちが揃ってじらすね。プレミア来い。あー、怖い怖い、この並び怖いね。うーわ、うーわ、バケやっちまった、バケだ、マジクールポコ状態だわ。やっちまったな、やっちまったな。おお、光った、おい、よし、ビッグ133、61、すごいね。はい、俺も最後に光んないとやばいよ。そうですよ、まずいよこれマジで。だ、僕よりも伊地知さんの方が本当に瀬戸際ですからね。これまずいよ。うん、あと何分ですか。あと2分。2分、いや、つうかさ、今俺が聞いて、うん、2ってやってきたんだけど、うん、いや、いつもさ10分前とか5分前とかカンペ出すんだから、いや、そう、そのぐらい出せよって話じゃん、マジで。もうやりません。だって今、うん、聞かれるかどうかの瀬戸際のところで、そうよ、カンペ出たらやばいから、ね、聞いたあと2分しかないってやばいよ。多分終了も多分こっち次第だと。あ、光った、すごい、最後かな、頼む。あ、びっくりした。よし、ビッグでかい、すごい、伊地さん、はい、終了でございます。やばい、終了です。さあ、実践終了でございます。はい、終了しました、お疲れ様でした、はい。まあ、結果から言いますと、はい、私ですね、470枚投資で見事3333枚、はい、無事っていうのと見事が全部混ざっちゃって、はいはい、達成しました、ありがとうございます。素晴らしい、早いよ、早かったね、ちょっとね、ちょっと番組のこと考えないと、申し訳ない、それは早く行き過ぎ、半分で達成しちゃってるから。確かにね、それは申し訳ございません。どうすんの、あと半分。まあ、どうしよう、どう、あと半分はだから、うん、僕一人の出演で頑張りますけど。いやいやいや、来ます来ます、僕一人の出演で、ね、そっか、もう休んでもいいかも、ね、休んでもいいです、あいつあんなことやってるから。ギャラ僕一人分、一人で二人分いただくんで。伊地さん、結果は、結果はですね、うん、僕94枚投資、はい、372ですね、バケ6回、ね、ビッグ5回ということで、あー、もう最後だったのよ、うん、一番最後のペカった時に、うん、55だったの、うん、55で、どっちか、ビッグだったらプラスだった、うん、バケだったらゼロになっちゃう、うん、そうね、そ
ところでバケを引くというね、うん、すごいドラマチックな物語があって、うん、あ見せ場をすごい作って今日はやったな仕事したぞいや素晴らしかった思ったんですけれども、うん、全部崩したのはこのバカです、うん、あいつやばいですよ勝手に打ち上がってよやばいですよそんであのね急に打ち出したの俺のことで、うんうん、で俺がね、うん、やばいよとやってくれたなとカメラ切ったこと言ったのよ、うん、そしたらなんて言ったと思うあのいや違うんですよ、うん、あの隣にちょっとカメラが出っ張っちゃってるんで隣打ちづらいかなと思って店側に申し訳ないと思って打ったんですよみたいなこと言ってそんなわけないんだよ何言ってんのそんな何言ってんのなんだその言い訳だと思ってでもここでね30回を迎えて、うん、やっぱ長くやってるとね、はい、やっぱよくも悪くマンネリ化してくるわけですよ、うん、番組としても、うん、そうねいい見どころ作ってくれたこれからはだから僕ら の, この達成するかどうかのところと、うんうん、カメラマンの収支こちらもそうですよ期待してもらいたいなと、うん思いますんで絶対に激辛グミ食わすからもうでこれ本当にもし次からやらないと言っても、はい、もし視聴者見てくれてる方が、うん、もっとカメラマンさんやってくれと、うん、リアルが見たいんだって声があったらマジでやらせますから、うん、マジでやらせますからそれはもうもうダメよそれはそうよ、うん、もう打ってもらいます勝ち逃げは許さないよそんなの、はい、お願いいたしますというわけでですね、はい、とんでもないもう神回となりました、ね、神回でございます神回って言ってるのかな俺らがこのね、うん、納得しまあいいかってなってるけど、うん、本当怒る人は怒ってるからでも素晴らしいよ。これがエトスパタスロボスですか。でも素晴らしい。はい、ぜひぜひね。本当にねやっぱりもうちゃんとしたスロット箱を見たんでね。うん、いや嬉しいですよ。嬉しいです。本物でした。本物ありがとうございます。はい、というわけでチャンネル登録、はい高評価です。はい、コメントの方よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで次回もまた見てね。見てね。